こんばんは。お風呂上がりです。こんばんは。ちょっと引きで。こんばんは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 。こんばんにちゅうち。ペンライトありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうございます。毎度毎度。こんばんみん。チャンネル登録よろしくお願いします。ハートありがとうございます。ボキボキ。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。明日と明後日ライブ行く。ありがとうございます。いっぱいグッズ振ってね、みんなさん、ぜひ。楽しみ、めっちゃ楽しみ。え、待って。うぅ。見て。はいはい。明日予知のうちは開けたいに行くぞ。ありがとうございます。てってれーす。 This is me. This is me じゃないんですけど、知ってるミュージカルみたいなのあるけど、今日からねショップでも販売が始まったので、ショップでゲットしてきました。今日練習行ったついでに。すごい人多くて、めっちゃ10分くらい入るの躊躇して、その辺でうろうろしてて、ようやく入ってゲットしました。じゃーん。今回のロゴめっちゃ好き。これめっちゃ好き。可愛くない、このロゴ。うん、サマーパーティーの、あ、これ外しちゃっていい？いいよ。皆さんぜひうちわとかペンライトとかフリフリしてね。鉢巻きつけてね。ハチマキ面白いね。実物見たけど思ったより細かった。細くて薄いハチマキだった。外すもんだっけ。外すもんか。あ、なんか外さないよね。外すって。ここさ、いつもなかったよね。そういえばちょっとあったっけ、ここ。ちょっと面積増えたかなとか思ったんだけど、気のせいか。今回は超白飛びしてますが、いい感じ。あの水色の背景で撮った生写真とか全部白飛びしてるんだよね。白青衣装のやつも、しかも服も白で浴衣も白だったから、もう超白飛びしてますが、髪が長かった頃のなので、ロング派の方もぜひゲットしてください。サイドポニーしました。ちょっとお風呂上がりなんで、ちょっと待って、デコにしとく。うちは買った、ありがとうございます。 YouTube 知らなかった、やってます。チャンネル登録お願いします。うちのうちは古から見つけてな、見つける、ありがとうございます。音符ありがとうございます。お疲れ、ハートありがとうございます。あー、このフォントね、かわいいよね。わかる、このフォント、なんたらフォントだよね。あの動画編集アプリとかでたまに見る。かわいいよね、これ好き。このロゴ好き。これとハートありがとうございます。音符ありがとうございます。そう、個別うちはね、なかなかたまにしか出ないから、アクリルキーホルダーと生写真は毎月出るんですけど、うちわは何ヶ月かに1回。これはいつぶりだろう。あ、でもあれか、え、いつ出たっけ最後に。ドット衣装のやつ出たっけ確か。あれ、あれ出てないか、冬以来。え、そんな久しぶりだっけ。ドット衣装のやつ持ってるね。ドット衣装ってうちわあったっけ、うん、確かあった気がする。まあそれ以来って感じ。ハートありがとうございます。体フリフリ、体じゃない。レインボースターありがとうございます。缶バッジいいね。缶バッジいいよね。あんまりさ、缶バッジしか出てない写真だよね、あれ。あの紺のジャケット羽織ってる制服のやつ。紅白の人たちはさ、あのちょっとなんかイントネーション変だったけど、紅白の人たちはファイルに写真あるけど、撮ったけど缶バッジにしか使われてない写真だよね確かそれ。オフショットあんま出してないよ、そういえば。出します。だるまありがとうございます。めちゃくちゃ素敵。ハートありがとうございます。
チャンネル登録ありがとうございます。現地受け取りね、スタンディングだからペンライトだけにしようかと思ったけど、じゃあ持ってきます、ありがとうございます。見つけますね、見に行くね、ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。新幹線大丈夫ですかね。ね、心配。止まるんですよね明日。レインボースターありがとうございます。ん、缶バッジだけ10期生、これも10期生入ってるよ。そう、これはネクストジェネレーションライブに出る8、9、10期生の写真が全員載ってます。このファイル毎回コンサートで買って次のコンサートで毎回使ってるから、今使ってるコンサート用の立ち位置とか入れるファイルは、あ、前回、全く前回じゃないけど、あやねは今あのとどろけミックスのファイル使ってる。顔幼すぎてびっくりした、あやね。そう、とどろけミックスのファイルを今今回のライブのファイルに使ってるんですよ。これもいい感じ、まだポニーテールだった頃に撮ったやつ。どれだっけ、なんかどれどっちかのファイルが一瞬いなかったんだよね、うん、こっち、青いの、っちか、青いの、無事いました。グッズが発表された時はあいみょん写真なかったんだけど。小判ありがとうございます。見つけてね、あつ。見つける見つける。どっちに投票したん、さあどっちでしょう。そう、姉も X で投票したんだけど、どっちでしょう。ジョン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 、ハートありがとうございます。あ、仕事できないから配送ありがとうございます。ゲットしてくれてありがとうございます。音符ありがとうございます。こいつ今日からなんですね。あ、そうそう、今日からオフィシャルショップで、うん、こっちはサマーパーティーか、サマーパーティーだけど、うん、メンバー全員これ、そうね、ん、あ、そうか、うん、あれ、こんな少なかったっけ。10期生がいないからか、うん、10期生以外のメンバー全員サマーパーティーって書いてるけど、サマーパーティー出ない人も一応乗ってる。浴衣ですね、姉はここにいます。この綺麗な三河さんの隣にひっそりといます。これハートありがとうございます。音符ありがとうございます。ハイビスカスありがとうございます。次世代コンで聞くありがとうございます。見つけてね。10期生の前座もちょっと今日のさ、あの途中から見たから見れなかったんだけど、前座だけ。あ、こっちは名前が入ってるんだ、西宮姉って書いてあるわ。キーホルダーかわいいよね。そう、ファイルとうちわとキーホルダー買いました。そう、すっぴんで買いに行ったから、なんかヨシミンに顔似てる人がヨシミンのグッズ買っていったみたいな。ハイビスカスありがとうございます。じゃん、うちわじゃないわ、浮き輪かわいいよねこれ。めっちゃかわいくない浮き輪。え、全然髪の毛切ってないよ、むしろ伸びた。切ってから3センチぐらい伸びたよ多分。まあでも1ヶ月経ったっけ、あ、1ヶ月以上経ってるか、もう2ヶ月経つのか髪切って。ん、あれ1ヶ月、7月の頭ですね。じゃあ2ヶ月だ、もうする。めっちゃ伸びた髪の毛。じゃーん、アクリルキーホルダーはこんな感じです。一人に比べたら切ったんじゃない。いい感じ、今回の生写真はいい感じに、いい感じです。いい感じ、なんかでかいね顔。ちょっと気にしとこう。おお、
はめこうから美術仕上がってるね。今ですか？今ドスッピンだよ。本当。前髪は切りました、この前。そういえば切ったけど、もうちょっと切ったらよかったと思ったけど、まあ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 3日前くらいに切りました。顔刺すってなんだ？何、ショップ行っても顔刺さないの？うん、顔刺すって何？顔分からないのっていう意味。刺すっていうのは見つからないのっていう意味。顔刺す、あ、全然見つからないタイミングを狙っていくので、だから10分前くらい、10分間くらいうろちょろしてたんですよ。皆さんが買って帰られるのをひっそり見ながら。気づいてても知らないふりする人もいますよね知らないふり、うん、すっぴんの時は知らないふりしてほしいですね。すっぴんだからよしみ、水色めっちゃ似合う、嬉しい。好きな色だから嬉しいです。前回の浴衣、去年の浴衣はどこにもないか、真っ青だったけど、今回は真っ白でした、うん、ちっちゃい高いわーって感じ。水色再登場。レイさんのポーチ明日持っていきます。メイク道具入れます。会場受け取りやけど待ちきれないのよ、自作頑張れあと15時間くらいしたら受け取れますロング懐かしいよね。いい感じやし買おうかしら。いい感じよ。そう、結構生写真のたびに毎回かなり上下するんだけど、今回はいい感じのグッズです。たまに顔なんか目腫れてる時ある上下するって言うんだ。前後顔の具合が音符ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、そうそう、これ去年のうちは、去年は、あれ去年も水色だったか、背景真っ青でした。あっちチーム祭りの時の竹うちわみたいなやつ。これ一番最初のやつですね。懐かしいな、これ。結構レア。ハートありがとうございます。欲しい、ゲットしてください。ぜひ劇場と当日も会場でも販売はあるのかな、うんうん、ある分かんないけど、ネットでもあるのでぜひゲットしてね。ネットだと多分届くの秋ぐらいになると思うけど、ゲットしてください。ぜひ休憩中お疲れ様です。ありがとうございます。音符ありがとうございます。明日は18時からサマーパーティーファーストナイトがありますので、皆さんぜひ配信でも見てください。ワンセブンライブありますので、で、あさっては無料配信がワンセブンライブさんにてあります。2公演、明日は1公演で、あさってが2公演になります。そうそう、昼12時だっけ、13時だっけ、13時と18時と、あさっては2公演、明日は1公演。あ、ネットは9月中旬着らしいよね。忘れた頃に届くよね、いつも見るよ、ありがとうございます。ぜひ見てください。配信でも来るよって方は足腰気をつけてください、みんなね。暑いね。これ多分全種類だと思う。暑い、これで、うん。そう、新幹線も、あ、飛行機もなんだ、運休なので参戦諦めますね。悲しい。そうだよね、多分そういう方多いよね。か運休だったけど在来線でみたいな方もいるのかな、わかんないけど。夜行バスでとか、全然わかんないけど、その辺。そうそう、あ、やっぱドットのやつがあったか。これが最後のうちわだね。最近これ劇場用のノーマルうちわだよね。たまに出てくる、コンサート関係なく出てくる。これ
結構好きですね。うん、いる。仕事頑張れ、お仕事ハートありがとうございます。あ、在来線だと北陸周りになるんだ。そうなの、へえ。でも若坊さんの生誕祭の日は在来線で行ったって方多かったですよね、関東の方。あの、たくさん見かけたポストを十何時間かけてみたいな。そっちに変更した方もいるのかな、わかんないけど。でも諦めたって方もいるのかな、悲しいですが、配信でぜひ見てください。ハートありがとうございます。音符ありがとうございます。流れ星ありがとうございます。マイクありがとうございます。明日はまだ時間わかんないけど、朝配信になりそうな感じですので、よろしくお願いします。あの、多分めっちゃ早いから、ね、あの全然タイミングが合えばで大丈夫なのでね。また後でちょっと時間が分かってからツイッターでお知らせするので X 見てくださいハートありがとうございます。配信で応援します。ありがとうございます。仕事戻ります。頑張れ、頑張ってください。ハートありがとうございます。確かに前乗りしてる方もいるのかな。あ、こんなアマチュアもあったか。あったね。仕事なんで配信でありがとうございます。お仕事頑張ってね。ファイト、ありがとうございます。 X 見てください。 X でお知らせしますので。顔変わったかな、道。あ、ね、わがぽんさんの小説第2弾おめでとうございますだね。すごいよね、どこにそんな時間がっていうくらい忙しいのにね。時間すごいよね。12月だって待ち遠しい。4ヶ月あっという間に来そうだね。でも楽しみ、買いますわがぽんさんファンとして買います、発売日に前髪分けてるよ、市民。ありがとうございます。今巻いてないから、あの、ペッてやってるだけだけど、ありがとうございます。配信も明かりでいます。ありがとうございます。全然ありがとうございます。ね、よしみグッズすぐに売り切れる、あるある。ありがとうございますありがとうございます。初アーカイブで見ます。ありがとうございます。ハートありがとうございます。配信で見るよ、ありがとうございます。5番ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。8つ出てるんだね、一応ドラマ化の際、ドラマ化っていうか映画化ね、映画化目指してるから。お子さんさん、マイクありがとうございます。よしみにもそばにもモデルなってないと思うけど、あの、なんだっけ、芸能界を目指す高校生たちですよね。なんか芸能スクールみたいなのに入っている、ね、全然スクールにも入ってないし、あの、男女の目指してっていうかもうなってるんですけど、モデルなんていうかなマイクありがとうございます。小論文集やばいそもそも見たことないんだけど、アイドルがという以前にあるのかな、全然わかんないけど。あと、ハートありがとうございます。コバンありがとうございます。タコありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、くら寿司いいね、いいね、くら寿司行きたい。
上波ドラマになりそうなタイトル。地上波ドラマっていうか、だから映画目指してらっしゃるからね。映画だよ映画。いやでも今度は地上波ドラマでも嬉しいな。すごいよね。でも2冊目って、でも2年経ってることにもびっくりしたわね。時の流れ早すぎて、もう2年経つんだってなった。アイドル失格はいつだっけ発売されたの。え2022年11月18日間。え、あそうだ思い出したわ。あそうだ思い出した、そうだわ。うわー2年も経つんだ。そう、アニがセレクション期間中にちょうど発売日で、それで買いましたってなんか対応報告のメールと一緒にマネージャーさんに送った記憶。入る前だわ。そう入る前で、セレクション中で体温何度です、わかぽんさんの小説買っていきますみたいな、買っていきますみたいな、なんか体温報告メールと一緒に送ったわ。そういえばマネージャーさんに。2年ですごいよね。しかもドラマも、ドラマ化とかもあったのに。本当に学校も行ってアイドルもして、ドダメとかもされてて、本当すごいよね。時間が寝てるのか心配になるくらい。よしみが映画監督するか。ティトラの新衣装超可愛かったよね。もう本当にフィッティングの時たまたまいてさ、めっちゃ可愛くて、もうみんなで口ポカーンみたいな。9期生みんな口ポカーンだった。可愛すぎて。名前入ってるのいいよね。ツイッターに載ってたけど、名前入ってるのいいよね。めっちゃ可愛いやね。汗かいた分シャワー浴びたから今からご飯食べに行く。おー行ってらっしゃい。どこでシャワー入ったんだろう。一回家帰ったのかな。ネカフェとか。明日シャワー浴びたのね。やっぱ暑いですか、汗かくってことは。あ、雨でびしょびしょになって帰ったんだ。うわー雨降ってたの。そうなんだ。うわーそっか、風邪ひかないように。お疲れ様、ありがとうございます。サインもらいました。人狼の時に、人狼出た時にもらいました。わあメンバーが声優ってなかなかないけど、声優ってなんか声優と結びつくのリサさんとかしかあんまイメージないけど、新しくていいね。ドラマでよく見る原稿用紙を丸めて捨てるやつ、何それ、初耳。そう関東の方ね、台風気をつけてください。本当台風気をつけてくださいね。計画運休は悲しいけど、ぜひ配信で。1時間前にゲリラ豪雨があったんだ会場の。へえ。しかも会場の1時間前とか皆さん外で並んでる時間帯じゃないの確か。あらあらみたいな。あらね、みんな暑くなりすぎては。
そう、聞こえますか？外したつもりが外せなかった。そう、テロップに入れましたが、おじいちゃんがお茶を飲みに来てました。そう、おじいちゃんも夏バテ気をつけないとね。こんばんは、キュンです。ありがとうございます。 OK、 ありがとうございます。誕生日しますね。来てくださってありがとうございました。明日の配信は朝早く、リビングだよここ。えって、今ですか。そうなの、ここリビングですよ。めっちゃリビング感ない、これ、ここめっちゃリビング感ないですか。そうでもないのかな、もしかして。リビングです。そう、明日は18時からサマーパーティーファーストナイトです。で、多分明日は配信できないかもわかんないので、言っときますが、明後日の朝は配信できないかもしれないんですけども、明後日は、13時からネクストジェネレーションライブと、18時からはサマーパーティーセカンドナイトです。3公演よろしくお願いします。ぜひ配信でも見てください。来るよって方は、夏バテに気をつけて、熱中症に気をつけて、足腰に気をつけて、あの、体第一で楽しみましょう。ぜひ青とオレンジのペンライトとグッズ振ってください。楽しんでね。ありがとうございます。13位、コシオさん、ありがとうございます。12位、リンカーンさん、ありがとうございます。11位、平八さん、ありがとうございます。10位、森竹さん、ありがとうございます。9位、ミョンさん、ありがとうございます。8位、ロンドベルさん、ありがとうございます。7位、ノブキチさん、ありがとうございます。6位、コバトンさん、ありがとうございます。5位、サカさん、ありがとうございます。4位、サトシさん、ありがとうございます。そして3位は、テケ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 、 F さんでした。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。そして2位は、テケ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 テン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位は、テケ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 テン、ウーカメインの箱石さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ありがとう、明日頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。ぜひ配信でもアーカイブでも、ジードリンク飲みすぎ注意ね。3公演頑張ります。と、3公演、2日間3公演、よろピクミンです。怪我ないようにアイネも気をつけますね。皆さんも体調には気をつけて楽しみましょう。明日の配信は X でお知らせするので X 見てください。それではまたね。あ、次の配信も来てくれるかな。バイバーイ。